聖書の言葉をあなたへ、ハーベストタイムメッセージステーション。さあ、それでは皆さんご挨拶から入りましょうね。おはようございます。今日は十字架の言葉シリーズの第5回目を語ろうとしています。そして今日のサブタイトルは第4の言葉、絶望の叫び。絶望の叫び。聖書箇所はマタイの福音書27章45と46です。じゃあ前に映し出しましたのでご一緒に読んでください。いいですか。はい。さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。はい。イントロダクションです。十字架の言葉、イエス・キリストが十字架の上で祈られた祈り、発した言葉には合計いくつありますか。7つあるんです。その通りです。そして前半と後半に分かれます。前半は午前9時に十字架につけられ、正午までの3時間、その間イエスは3つの祈り、3つの言葉を発しました。それはすでに学びました。でこれはすべて自分ではなくて他の人のための言葉です。で今日から後半に入ります。後半は正午から午後3時までの間の3時間です。後半では言葉が4つあります。そしてこれはすべて自分に関する言葉、祈りです。そのように考えてください。前半の3時間、3つの言葉、後半の3時間、4つの言葉で、今までどういうものを学んだかを確認してみますと、第一の言葉は許しの祈りでした。はい。ルカの福音書23-34、ご一緒に。はい。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これが第一の言葉。次、第二の言葉は救いを約束する言葉でした。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ルカ 23-43。 第3の言葉は愛の言葉でした。はい。女の方、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいます。これがヨハネ 19-27 および26節。そして今日第4の言葉です。さっき読みましたがもう一度確認してみましょう。はい、ご一緒に。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味だというわけですね。でこの第4の言葉は今日今から取り上げるわけですけど、私たち人間が持っている4つの必要にイエス様が答えようとしておられます。その内容を見ていきます。その4つの必要というのは今日のアウトラインのメインポイントになります。4つキーワードを言います。ここでイエスはなだめの供え物となっています。なだめの供え物という概念です。それを書いてください。なだめの供え物、英語で学んでらっしゃる方はプロピシエーションという言葉です。ちょっと難しい言葉ですけど、プロピシエーション。2番目が贖いの代価、贖いの代価、英語で学んでいる方はこれはリデンプションという言葉です。リデンプション。3番目が私たちを義と認める、義人ということのためにイエスはこの祈りをしておられます。義人、英語ではジャスティフィケーションと言います。そして4番目に和解、和解を達成するためです。
英語では reconciliation です。だからイエスは我らのためになだめの供え物となり、贖いの代価となり、その結果義認と和解を提供してくださった。それがこの祈りの内容です。それを一つ一つ取り上げて解説をしていきたいと思います。そしてこの言葉の現代的意味をご一緒に探ろうとしています。イントロダクション、それで終わりです。短かったですが、今日は本論が長いので早速本論に入りたいと思います。年が変わっても儀式は変わりません。準備いいですか？いきますよ。 Are you ready? Yes, we are. はい、行きましょう。もう素晴らしい発音の人がいますね。どこで英語を勉強されたんでしょうか、ね、さあ、4つのキーワードを取り上げる前に、その前提になる考え方を少し見てみましょう。さっきの聖句をもう一度出してくださいますか。一番最初の聖句、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いたとあります。暗闇です。暗闇が好きな方いますか。まあ、時々暗い方が気分が落ち着きますね。で、暗闇っていうのは聖書的に言うと、例えば出エジプト記ではエジプトに下る神の裁きを象徴しています。あるいは旧約聖書の預言書では終末に起こる神の裁きを暗闇が覆うという言葉で表現しています。ですからこれは今の私たちも了解できます。暗闇っていうのは基本的には神の裁きのことです。だからここで12時から午後3時まで3時間全地が暗くなるわけです。ということはこの3時間は人類の歴史上でも特別な、質的に全く今までとは違う3時間であるということが分かります。イエスは午後3時に死ぬんです。ユダヤ的に言えば午後3時というこの時間には意味があります。どういう意味だと思う？午後3時というのは夕方の捧げ物を捧げる時間です。だからイエスはユダヤ的に言えば神への捧げ物としてご自分の命を午後の捧げ物の時間に捧げようとしておられるということです。ここですごく大事なことは、十字架刑で十字架につけられた罪人がこんなに早く死ぬことはないんです。結局何時間ですか、十字架の上で。6時間でしょ。大抵は数日、長い人は1週間10日苦しんだんです。だからたった6時間でイエスは死のうとしている。それは十字架につけられたということは正解なんだけども、それ以上に自ら十字架につき自らの命を差し出すというところにポイントがある。だから午後3時に死ぬという、こういう短時間に死ぬということはありえないんだということを頭に覚えておいてください。イエスはここで世の罪を取り除くための生贄として死のうとしています。この点に関する人たちの教えは明確です。皆さん、聖書っていうのは神様が掲示した書であると同時に、その解釈はどうでもいいわけではないんです。聖書を読むと、もちろん人間の言葉で書かれてありますから、キリストが死んだことに関してありとあらゆる解釈が可能です。だから例えばクリスチャンでない人は言いたい放題ここから言うこともできるわけです。僕らがものすごく大事なことは何かというと、それは掲示された言葉をどう解釈するかということまで神様が私たちに与えてくださっているということです。だから教会史を見ると、異端的な教えが出てきたときに、特に初期の教会史の中ではグノーシスという異端が出てきたんですが、その時代の教会のリーダーたちはどういう方法論で戦ったかというと、その異端が言っ
ってるような聖書解釈は人たちが成した聖書解釈であるかどうかという点で論争したんです。つまりそういう解釈は教会の歴史の中にはなかったんだという点が私たちがそこに立つかどうかのポイントになるんです。だから今でもありとあらゆる新しい教えが出てくる。だけどそれに対して抵抗するのは聖書にこう書いてあるというだけじゃダメなの。聖書にこう書いてある、そして教会の人たちは教会の伝統の中ではその言葉をこう解釈してきたんだというところに立たなければなりません。それが異端に対する戦いの一番の武器になるんです。学ばないということは良くない。歴史を学ばないということはキリスト教の中でもいいことではありません。大抵今僕らが問題にするところは歴史上問題になってきたことですから、だから歴史から学ぶということは非常に大事です。私がここでイエス・キリストの十字架の意味を説いているのに、それは僕がクリエイティブに新しいことを言ってんじゃないんです。私が言ってることは新しいことは何もない。ただ新しい方法で古い真理を提示しているかもしれない。新しい方法ったらどういう方法かって、まあちょっと難しく言うとヘブル的に読まなきゃダメだって。でもこれも昔からの方法なんだよね。じゃあ新しい方法って何か、何もないんだよ。あえて言えば大阪城を時々交えて話をするって。それぐらいのことだよね。それをね、人たちの伝統って言うんです。いいですか、人たちの教えって言うんです。だから掲示された言葉プラス正統的な解釈の伝統に立って僕らは学ばなければいけない。でないと足元を救われてしまう。ヨハネという人はこう書いてます。ヨハネ 1-29、 はい、読んでください。その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ここにあるヨハネっていうのは誰のこと？バプテスマのヨハネ。これを書いてるのは誰？使徒ヨハネね、使徒ヨハネ、主に愛されたヨハネね。そうだよね。ということはバプテスマのヨハネも使徒ヨハネもイエスのことを世の罪を取り除く神の子羊だと見てる。これが教会の伝統的な解釈です。その次、パウロという人がこう書いてます。第2コリント 5-11、 5-21、はい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ほら、イエスの死は私たちの身代わりだったとパウロはキリストの十字架を解釈してるんです。ペテロという人がおりますが、ペテロはこう言っています。第一ペテロ 2-24、はい。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ヘブル的にはある真理は2人ないし3人の証言によって証明される。僕がここで3名の人を取り出したのはそういう理由です。使徒ヨハネが、使徒パウロが、使徒ペテロがキリストの死は神の子羊としての死であり私たちの罪の贖いのためであると宣言しているんです。これに関する解釈は明瞭です。これ以外の考え方は正統的なキリスト教の中には存在しないということを私たちは捉えておく必要がある。暗闇は神の裁きの象徴であり、そしてイエスは世の罪を取り除く神の子羊として午後の生贄を捧げる時間にご自分の命を差し出されたということです。じゃあマタイ 27-46、 もう一度もう一回読んでくれる？はい。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。ではなぜイエスはこのエリエリ
レマサバクタニという、これアラム語ですけれども、この祈りをされたんでしょうか。これも伝統的な教会の解釈がどうであったかということを僕らは見なければなりません。これはイエスが父なる神を疑っているわけではないんです。いいですか。子供がね、お母さんと買い物に行ってね、花子ちゃんちょっとここにいなさい、お母さん用事しましたから帰ってくるからって、子供が待ってる待ってる待ってる、でもお母さんが帰ってこない、気がついたら捨てられていた。お母さん、どうして私をお見捨てになったのですか。その場合は母を疑ってるわけだよね。そんな祈りじゃないんだよこれ。だからポイントは、ここでイエスは父なる神を疑って、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言っているのではないということです。じゃあイエスの言葉は何かというと、これは旧約聖書の詩編22編1編からの引用です。詩編22編の1編をイエス様はここで引用しているんです。そしてこれはアラム語による引用です。アラム語っていうのはヘブル語と親戚の言葉です。詩編22編の一節からの引用です。まあ日本人にとってはよくこの話を僕しますけど、僕が上の句を言いますから、皆さん下の句をついてください。一番有名な句を言います。天の原降り裂け見れば春日鳴る。はいはい、もう下の句を告げない世代が大半を占めるのはいつ頃ですかね。だいたい戦前か戦後すぐに生まれた方は言えますね。それは百人一首の中にあるわけだよね。だから日本人は常識的には上の句を言うと下の句が言える句っていうのはいくつかあるわけだよね。ユダヤ人はこういう有名なね、メシア予言とされる、メシア的詩編とされるものはみんな暗唱してるのよ。だから一節を読んだだけで、一節を引用しただけで、ユダヤ人たちの頭の中にはそれ以外のことが全部思い浮かんでます。じゃあここで問うべきは、イエスはなぜ22編の一節を引用したのかです。今日は22編全部読むことはしません。イエスは今罪のための贖いとして死のうとしていますが、その死の一番の意味は父なる神との分離です。父なる神との分離です。そして今全地が暗闇で覆われたっていうのは、父なる神が子なる神から顔を背けている状態です。神は光です。神の臨在のあるところには光があります。ところが御子の周りを闇が覆ったっていうのは、父なる神が顔を背けているということです。イエスはそれに耐えられないんです。イエスはその分離という痛みに耐えることができないんです。その痛みを表現するのに、聖書の中で最もふさわしかったのが詩編22編の一節だったんです。この詩編は苦しむ義人の叫びの詩編です。義人がゆえなく苦しみ、神に叫んでいる祈りです。そしてここでイエスは二重の死を迎えようとしていた。一つは肉体的死でありますが、もう一つは霊的死です。それが父なる神との分離です。そしてイエスはその痛みを通して私たちに四つの祝福を与えようとしておられるんです。これでようやくイエスが私たちに与えようとしておられる四つの祝福の内容が語れるようになります。ノートつけてる方、一番目のキーワードは何でした。
なだめの供え物、イエスは今なだめの供え物になろうとしています。そこで語られるイメージは幕屋あるいは神殿のイメージです。幕屋か神殿のイメージです。旧約時代にユダヤ人たちは生贄の動物を持ってきてそれを捧げることによって罪を覆ってもらうということをやっていました。これは一時的に罪を覆うものです。そうまとめて言えば旧約時代の生贄の動物はすべてイエスを予表するものです。すべてイエスの十字架の死を予表します。イエスが弟子たちと食べた一般的に最後の晩餐と言われているものは杉越の食事です。あれは杉越の祭りの時に弟子たちと杉越の食事をしているんです。だからイエスはご自身を杉越の子羊として掲示しておられるわけです。覚えている弟子たちと杉越の食事をして後イエスは次に祈りの場に行きます。どこに行きました？祈りの場はゲツセマネの園、あれは油絞りの場という意味なんです。ゲツセマネって油絞りという意味なんです。だからオリーブが収穫されてオリーブが粉砕されて油を絞り取るように神の子も粉砕されそして命が絞り取られていく様をあのゲッセマネの園という言葉が表現しています。後で聖句調べてください。マタイ26の39、あるいはルカ22の44。そこでイエス様はあの時に何て祈られたか覚えてる？父を御心ならば何？この杯を取り除けてください。で質問は杯って何ですかっていうことです。この杯っていうのは何ですか？ヘブル的に解釈するならば杯が象徴的に使われた時はほとんどこれは神の怒りです。だから今イエスが神の怒りを受けようとしてるんです。神は愛なる方ですが同時に罪に対して怒るお方です。それが神の性質です。もし神が罪に対して怒らなければ神ではなくなる。イエスがこれから向かおうとしている十字架は全人類の罪がイエスの肩に乗せられるんです。転嫁されるんです。ということはイエスは罪になっていくんです。なぜ父なる神がイエスから顔を背けるのか、それはイエスが罪だからです。父なる神はそこでイエスとの関係を断ち切らざるを得ない。なぜかというとイエスは罪だからです。昔ね、僕はこういうことは分からない頃、まだ弓道中の頃ね、こんなことを豪語していたんです。イエスは死んでも復活することが分かったんでしょう。じゃあ神様は自分でシナリオを書いて自分で死んで自分で復活して3日目に復活するというと分かっているんだったら死ぬことはさほどの犠牲ではないんじゃないですかみたいなことを言っていたんです。今は口が裂けても言わないよ、そういうこと言っちゃってるけどね。イエスに罪が転嫁され、父なる神がイエスから顔を背け、そして父なる神と御子の関係が断ち切られる痛みっていうのを私は分からなかった。おそらく今でもその痛みの深さは分からないと思う。一番僕らがそれに近い感覚っていうのは愛する子供、愛する妻、愛する父や母を失うあの喪失感でしょうね。最も近いものがね。けれども
永遠の昔から切り離されたことのない父なる神と子なる神が切り離されるんです。そして御子は私たちのなだめの供え物となるためにその痛みを通過しておられるんです。だから我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかという苦しむ義人の祈りを捧げざるを得なかったんですね。私たちには神の前に立とうとするときになだめの供え物が必要です。イエスはあなたのために私のためになだめの供え物となってくださいました。今のが神殿のイメージです。それに対して第2番目はこれは奴隷市場のイメージですね。第2番目のキーワードは何でした？贖いの代価でした。最初は罪のためのなだめの供え物、2番目が贖いの代価で、今度は奴隷市場のイメージです。ローマ世界には奴隷を売買する市場があったわけですね。そしてそれぞれ値段をつけて売買されたわけです。一番高いのは家庭教師です。ギリシャ哲学、歴史、ギリシャ文学に精通している人が貴族の子弟を教えるわけです。その有名な家庭教師の売買だと今の別荘一軒買うぐらいの値段ですね。次が芸術家です。だからデュオ・タカセのような人は奴隷市場に出ると相当高く売れますね。100万円以上だと思います。まあ別荘半分ぐらいの値段かな。おそらくマグロ1匹1億数千万ぐらいの値段はついたんじゃないですかね。その次が兵士です。戦いに長ける者たち、一番安いのが家庭で使える召使いたちです。そのように戦争で捕虜になったり、あるいは借金の肩代わりに自分を売るしかなかった人たちが奴隷市場で売買されていたわけです。僕らは霊的な意味で奴隷です。だからパウロはこう言っています。第一コリント6の20で、はい、読んでください。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス・キリストの十字架は第一番目にはなだめの供え物でした。しかし第二番目には私たちを買い戻すための代価であったんですね。その前提になっているのは私たちは奴隷です。私たちは奴隷です。元は奴隷だったんです。あなたは元は何の奴隷ですか？考えてください。罪の奴隷です。私たちは悪魔の奴隷です。そしてある場合は人間を恐れ人間の奴隷になっていた。クリスチャンになる前の自分自身を振り返ってください。何に束縛されて私たちが生きていたのか。その私たちを買い戻すためにイエスの命が代価として払われたんです。私たちの命の価値はイエスの命です。だから僕らは奴隷市場に出ると今わざとね値段いくらぐらいって言ったけども、私を買い戻すためにキリストの命という代価が払われたんです。奴隷市場の場合はその買いたい人は代価を奴隷の元の所有者に払うんです。ここで代価を払って買い取られたって書いてあるけど、じゃあ神はあるいはイエスは誰に対して代価払ったの？誰に対して払ったの？
でこれがねすごく大事な点なんだよ。というのはこういうこれ比喩でしょ、比喩的言葉なんだよ。だから代価を払って買ったんだけれども、聖書は誰に対して代価を払ったかについては書いてない。悪魔に対して代価払うはずがないからね。あんな野郎に払いたくないよ。だから代価を払われた、あえて言うならば正義が成り立たないがゆえに正義のためにということが言えるかもしれない。ただ誰に対して代価を払ったかは聖書は書いてない。これが比喩的言葉の限界ですね。でも私たちは買い戻されて自由になったんだ、自由民となったんだということ、これが奴隷市場のイメージです。だからキリストのあの苦しみの祈り、詩編22編1節の祈りは私たちを買い戻すための苦しみの祈りだったんだということ。これで神殿のイメージ、それから奴隷市場のイメージが終わりました。3つ目は今度は法廷のイメージです。これが義人というキーワードに関係したイメージです。法廷のイメージ、皆さんは映画とかドラマを見るの好きですか？僕が一番好きな映画ドラマは裁判ものです。なんで？なんで不運なの？意外ですか？僕はなんかアクションでね、車がバーッとなったりギャーッとなったり、もう最初からストーリーなんかどっちもよくてアクションばっかりやってる、全然興味がないの。ドキドキしないの全然。そのうちに麻痺しちゃってね、またやってるぐらいの感じで。ところがね、裁判ものっていうのはね、心が躍るんだよね。好きだね。事実を掘り出してね、そして無実の人を解放するようなストーリーっていうのは大好きだよ。アメリカの連続テレビドラマで The Good Wife っていう、知ってる？あれ NHK の BS でも放送されてる、ね、あれの英語版でね、字幕の入ったやつを娘が借りてきてくれたんだけど、1日に10話ぐらい見たよ。面白くてしょうがない。今から考えるイメージは法廷のイメージです。パウロはこう言っています。第2コリント5の21で、はい、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これは完全に法廷のイメージなんだよね。義人っていうのは漢字で書くと義と認めるっていうこと。義人とは罪ある者が無罪宣言を受けること。ただこれは聖歌と混同してはなりません。この間の昨日だね、東京にね、この間の年末年始の聖地旅行で信仰決心したご婦人が来ていたんですね。でその方は聖墳墓教会の前で決心したんです。珍しい方です。もうあの雑踏の中でね、信じますかったらはいって言っててね、信じたんですね。その方が来て、ちょっと来て明かしてくださいって言ったら、とても嬉しかった、でも帰ってきて時間が経つに従って、私のようなものがクリスチャンになっていいんだろうか、こんなんでクリスチャンと言えるんだろうかって言ってね、今悩んでます話でした。だから言ってあげたんですね。あなたは今ロマ書7章クリスチャンの状態に入りつつあります、みんなそこを通るんです言いました。いいんです。だからその方は義人と聖歌と混同してるんです。僕らは罪ある者が無罪宣言を受けてるんです。だから清く変えられていくんです。清く変えられたから義とされるんじゃないんです。この順番がどうしてもわからない。なぜかというと地上的発想を僕らがしてるからです。いいですか。異端というのはここに働きかけてくるんだよ。だからあなたはそれではクリスチャンとは言えない、まだ不完全だ、だからこうこうこういうふうにしなきゃダメだっていうふうに言ってくるわけですね。でも聖書は神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされたから、
私たちは神の義となったんだ。父なる神がキリストから顔を背けたのは、キリストが私たちの代わりに罪とされたからなんだ。だからあなたは OK なんだよ。 OK だから、そこから聖霊によって作り変えられていくんだよ、というのが義人ですね。からあなたそれでもクリスチャン、自分でも思うでしょ。はね、サタンがあなたの心に働きかけてね、言ってくるんだよ。それでもクリスチャンか、クリスチャンみたいな顔してるけどそれでええんか。周りの人も言うじゃない、特に家族なんか、洗礼受けたの何も変わってないわね、それでもクリスチャン。その時にこう言うんです、おお、これでもクリスチャンやって聖書読め、義人というのはそういうもんなんだ。そして義人というのは信じた時に義とされただけじゃなくて、終末的に神の前に立った時に無罪宣言を受けるという保証です、ね、神の前に立った時に無罪の宣言を受けるという保証が義人です。ここですごく大事なのは転嫁という概念です。責任転嫁という言葉ね、転嫁、責任を誰々にかぶせる。アダムの罪が私たちの上に転嫁されたんです。知ってた？だからよく求道者の人がアダムが犯した罪がどうして私に影響があるのかって言うじゃない。そんなこと覚えてない。あなたは覚えてようか覚えてないか関係ないの。アダムは人類の代表として罪を犯して、その罪が私に転嫁されてる。キリストが十字架の上で私たちの代わりに罪とされて死んでくださった時に、私たちの罪がキリストに転嫁された。だからキリストは最後のアダムというんです。最初のアダムの罪が僕の上に乗っかったのに、最後のアダムの方にその罪が戻されたんだよ。だから私たちは義とされたんです。それが法廷のイメージです。嫌だよね、法廷に行く被告人はね。いよいよ裁判が終わって結審の日、被告人前に進み出るようにってよくあるじゃん、ドラマの世界で。はい、主文、被告人は無罪。へーって言われてる自分が一番驚いてるわけ。なんでですか？イエス・キリストがあなたのためにその罪を負ってくださったから。これが義人なんだから、キリストのあの痛みは僕らが義とされるために通過しておられる痛みです。今3つのイメージ言ったね。1番目は神殿のイメージ、2番目は何のイメージだった？奴隷市場のイメージ、3つ目が法廷のイメージ、そして4番目が家庭のイメージです。これが和解です。和解、家庭の中での対立があるとつらいね。特にね、あの家庭で一番その雰囲気を作ってるというのはお父さんですよ、まあ、聖書的に言えばね。お父さんが家庭の中の祭司、そして母親がその祭司の補助者、子供たちは祭司に導かれていく民、そういうイメージが聖書的にはあるんですね。ところがそのお父さんが祭司としての機能を果たしてないことがあるんだ。今振り返ってもね、人生って不思議だね。父親をもう一回させてくれたらなと思う。子育てをもう一回させてくれたらな、そう思う時にはもう手遅れなんですね大抵。今度はお父さんが立派でも子供がお父さんに反抗している場合もあるんです。家庭の中の対立っていうのは本当に苦しいものです。そこから和解のイメージが出てくるんです。パウロはコロサイ書1章19から22でこう書いています。はい、ご一緒に、ちょっと長いですけど読んでください、はい、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を
御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されることのないものとして御前に立たせてくださるためです、ためでした、はい、和解ってのは大抵両方が歩み寄ります。これも比喩的言葉です。神と私たちの関係を説明する比喩的言葉ですが、比喩的言葉には必ず限界があります。ここの限界は、この和解は双方の歩み寄りじゃないっていうところです。一方通行です。それは私たち人間が神に対して和解するんです。いいですか。神が私たちに和解するわけじゃないんです。私たち人間が神に対して和解するんです。神は常に愛であり義であり変わることのないお方です。私の方が変わっちゃうから神との関係が変わってくるんです。だから唯一の和解の方法っていうのは、私たち人間が神に立ち返ることです。まあ親子関係いろいろありますけどもね、最近どうでしょうかね、親の子に対する愛っていうのはね。僕はまだ牧師として駆け出しの頃ね、私が牧会した教会で20代前半の女性がいましてね、いつもね、私は母に愛されてこなかったって言ってすごい傷ついてるって話をして、で話を聞けば聞くほどね、僕の中に怒りが湧いてきてね、とんでもないお母さんだ、なんで、まあ、僕も若いからね、話を聞けば全部信じちゃうんだよね。である時しばらくしてからそのお母さんがどういうわけか、どういう経緯だったか忘れましたが、私のところに相談に来られたんです。で2人で牧室に座ってソファーでこっちと向こうでね、お母さん話してるわけだけども、物静かなお母さんでね、でこう言われました。娘が自分は母に愛されなかったって言って私に挑みかかってくるって言うんですね。それが本当につらいという話だった。で今僕が話しているような調子で静かな声で語ってんだよ。その時にね、お母さんがハンカチを握りしめてて、そのハンカチを握りしめてる手が震えてて、その上に涙をポトポトと落としたのね。その時にどこでどうボタンの掛け違いがあったか知れないけども、このお母さんは間違いなく娘を愛してる、しかし娘は愛されなかったと思ってる、このギャップをどうしたら埋められるのか。でその時にいくつかの教訓をね、若い牧師として学んだわけだけど、話は両方から聞かんといかんなっていうの。もう一つはね、人間の親でさえもこれほど自分の子を愛しているとしたら、父なる神はどれほど私たちを愛しておられるだろう。おそらくこの親子の場合は双方が歩み寄って和解すると思うんだよね。神の場合はそれはありえない。ちなみに皆さん、神様を表現するのに父なる神って言ってるんだけど、神に性別があるわけじゃないんだよ。そして聖書の中には神の愛を母親の描写で、母親に使うような描写で神の愛を表現しているところもたくさんあるんです。だから神というお方は父か母かということを超越した親であるということを僕らは認識しておかなきゃいけない。人間の親でさえもこのような愛を子供に持っているとするならば、神様が私たちをどれほど愛しているか、
神の愛は人間の愛以上のものです。そしてイエス・キリストが十字架の上で我らのために苦しまれた時、父なる神はどこか別のところでお茶でも飲んでたんじゃないんです。同時に苦しんでいたんです。イエスの苦しみ、イエスのご人格はそのまま神の性質を表しています。イエスの涙はそのまま父なる神の涙です。イエスを見た者は父を見たんです。そして神様は私たちに自分のもとに来なさい、私と和解しなさいと、このメッセージによって、この祈りによって語ってくださったんです。キリストのあの十字架の祈りの第4番目は、4つのポイントでここまで話してきました。なだめの供え物であり、贖いの代価であり、私たちを義とするものであり、そして私たちに和解を与えるものです。さあ結論にいきましょう。詩篇22編がどうしても気になりますね。そこで詩篇22編の1節から3節を見ながら、この言葉の現代的意味について考えてみたいと思います。3節まで書きました。はい。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます。しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。これは苦しむ義人の叫びだと言いました。彼はどうしてと神に問うています。どうして私をお見捨てになったのか、私がこんなにうめきながらあなたに祈っているのに、あなたからの答えがありません。どうしてですか。で、3節で彼はちゃんと答えています。なぜ神が答えないのか。はい、ここ、けれどもから読んでください。けれども、あなたは聖であられとなっています。神が答えない理由、神が罪に対して顔を背ける理由は何ですか。あなたが聖だからです。神が聖だから罪には顔を背けるんです。だからキリストが見放されている。そこには私たちの罪の天下が罪なきキリストの肩の上にあるということ、このことを私たちは知らなければならない。そしてそれがいかに三位一体の神にとって痛みであり苦しみであったかということを私たちは知らなければなりません。ところがね、さっきユダヤ人たちは詩篇22編の一節を引用しただけで最後まで全部わかるって言ったでしょう。詩篇22編の最後はどうなってるか興味ない？あるよね。詩篇22編の最後は実は勝利で終わってるの。だからキリストのあの叫びは罪人の痛みの叫びであると同時に、最後に神に信頼する者が勝利するという祈りでもある。ユダヤ人たちはそこまで理解できた。それを見てみよう。詩篇22編の一番最後の部分、25から28、この後も続くんだけども、これを見ればエンディングがはっきり分かります。ご一緒に読みましょう。はい。大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように、地の果て果ても皆思い起こし主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの前で伏し拝みましょう。まことに王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる。国々の民っていうのは異邦人のことです。でここではキリストのこの痛み苦しみは実は勝利の叫びであっ
ということ、そして十字架の死を通してキリストが復活し世界に福音が伝わり異邦人たちが救われる時代になっているということ、私たちがイエスを救い主として信じますという時に、実はこの勝利の予言が成就しているんです。あなたは詩編22編の予言の成就ですと、今度新しくセーター作る時に胸に詩編22編って刺繍したらどうですか。キリストは父なる神を疑って絶望して祈ってるんじゃなくて、実は義人が苦しむというあのことが神の御子の上に起こり、その結果異邦人である私たちが救われるという勝利が獲得されたというそのことを示している、それが十字架の祈りの第4番目である。今日は私たちは4つのお年玉をいただいて帰りましょう、ね、私たちはなだめの供え物が用意され、贖いの代価が支払われ、そして無罪だという宣言を受け、そして宇宙の父であるお方と和解できて新しい年をスタートするんです。どんなお年玉よりも嬉しいことでありませんか。お祈りしましょう。天の父なる神様、キリストの十字架の祈りの第4番目を学ぶことができました。そしてこれが父なる神を疑う祈りではなく、この痛みを通して勝利を宣言する祈りであったことを学びました。キリストのこの祈りにより、私たちはなだめの供え物をいただき、また贖いの代価を払っていただき、また無罪宣言を受け、また父なる神との和解をいただきました。四重の祝福を感謝をいたします。イエス・キリストを信じたということがどれほどの祝福であるかを一人一人が認識して、さまざまな戦いがあるこの地上生涯を今年一年も生き切ることができますように、ここにあなたは下ってくださり、あなたの愛する一人一人の子供たちを今抱きかかえるようにして祝福してください。今霊的癒し、精神的癒し、肉体的癒しを行い、あなたが今も生きておられることを示してください。父なる神を、言葉にならない感謝を今私たちは感じております。本当に本当に本当にありがとうございます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に祈りましょう。